えっとですね。まあ、14秒 <laughs>、軽く経ってましたけど、もトムキャスの時間でございます。今日はね、ちょっとね、まあね、そんなたくさん飲んでるわけじゃないんですけどね、お酒飲んでるんで、ちょっとなんかもう、あれよ <laughs> 酔っ払い配信ですよ。まあね、 皆さんどうですかもう <laughs>。5月の26日ですけど、昨日もね、配信しましたけど、うん。なかなかね、最近はね、あの、キャス見に来てくれる人とかも、ちょっとまあ、身内の中でいてくれるので、まあ、キャスも死骸があるっていうか、うん。まあ、なんか、いいかな、みたいな。うん。いや、ほんとね、あれですよ。 昨日はね、皆さんね、金曜日なんで、5月の25日のね、まあ、大概ね、あの、学生さん,んま関係ないんだけど、社会人の皆さんはですね、大体昨日ね、あれなんだよ、んともさんは酔うとどうなるえ、どうなるってどういうこと <laughs> ああまあなんかどっちかっていうと、酔うと、まあ泣くっていうよりはね、あれかな、笑うかな、テンション高い方かもしれない、酔うとね。うん。 テンンション高いよ <laughs> うん。ちょっとなんか言っちゃいけないことをさらに言うようになるかもしんない <laughs>。そうなんだよ。うん。そう。もうこう。あやっちゃいけないことしたりとか言っちゃいけないこと言ったりとかね、ちょっとね、まあね、ありますよ、そりゃ。まあでもそんなね、めちゃくちゃ言うわけでもないから。うん。 でもね、そんなね、なんかね、まあ、ビールとか、まあ、チューハイとかは飲むけど、うん、なんか昔ね、結構、うん、そうだね、おしゃべりになるね、電車に高くなって。なんかね、僕ね、ものすごいね、お酒ね、強いと思ってて、で、あんまり若い時酔わなくて、で、なんかお酒も、なんかね、そのビールとかチューハイとか、そういうのじゃなくて、なんかね、ワインが好きだったんだね、昔ね、うん。で、ワインね、めっちゃこう飲んでたんだけど、ワインをね。 うちのいとこと一緒。ああ、そうだね、みちゃん,、うん。そう、でもね、この前ね、あんかね、まあね、ちょっとね、この前、この前っていうかもう1年ぐらい前に久々にさ、ワイン飲んだんだけどさ、そしたらもうワイン1杯でさ、クラッときちゃってさ、もう後の子が後何したか覚えてないです。はははは。あ本ほんと。ほんと。はい。はい、ごめんなさい。 本当ね。いかんよ。別に酒癖悪いってわけでもないけどね、うん。うん。まあね、昨日は5月の25日だったっていうことでね、あの学生さんあれですけど、社会人の皆さんはね、大体ね、給料日だったんですよ。大概ね、給料日はっていうのはね、給料日っていうのはね,ね、大体ね、25日とかね。 ーカーとかなんですけどお酒うーん、そうだな。うーん、そうでもないね。あんまり飲まないかも。そんなめちゃくちゃお酒好きってわけでもないから、別に飲まには飲まないでみたいな。僕はね、お酒飲まないね。うーん、なんだろう、飲み物はね、うーん、お茶ばっか飲んでるかもしんない。もうん、常に緑茶ばっか飲んでるかも。緑茶麦茶 緑茶とか麦茶とかお茶ばっか飲んでるねでもまあだけどなんか自販機で自販機で売ってるやつであの僕がねよく飲むねあのおすすめはですね大道ドリンクから出てるねなんか梅のね梅よろしっていうジュースがあるんですけどねもうなんかそればっか飲んでますえうちのお母さんは21日が給料日だから2122日がお小遣い日ああ 公務員はあれなんだ。22日とかな。21日とかなんだ。うん。一般の人は大体25日か、まあ10日とかかな。うん。あ、梅おろし飲んだことある梅おろし美味しいよ。なんか梅おろしのいいところは、なんか他のやつと多分ね、自販機の中で値段がね、10円ぐらい高いだけなんだよ。120円だったら130円ぐらいなんだよね、多分。だけど、そのペットボトルの大きさが、 確かね、350ミリとかだった気がするんの。350ミリだっけなで。500ないんだけど、なんかちょうど揉みやすい。あれで、よくね、あのね、こう、スポーツとかやった後にね、疲れてる時とか、まああれをね、飲むとね、あれだね、爽快だね、ほんと。うん、ほんと爽快です。<laughs> 超爽快だよ、そんな、ほんと。梅よろち、<laughs> 梅よろしだって。<laughs> あ,あやばい、ほんと。あ、ふずまじろうと。あどうもこんばんは。ミーシャさんあ、毎日ありがとうございます。今日はね、ちょっとだけのお酒入ってるんで。 あまあ、ちょっとね、酔っ払い配信だと思って聞いていただければ。ああやっぱ飲んだことあった。やっぱね、あるよね。梅おろしね、結構おすすめですよ。僕はよく自販機だと梅おろし買いますね。うん、梅おろしばっか買ってる。自販機だと。それか、お茶。緑茶。 お茶なんか別にそのペットボトルとかのジュースで別になんかこうジュースが嫌いなわけじゃないの別にファンタとかいろいろあるじゃんなんか別になんかアクエリアスとかねまああるんだよコカ・コーラとかコカ・コーラとかいろいろあるんだけどオランジーナとかねまあナッチャンとかねいろいろあるけど結局行き着いた先がお茶なのはなんかね極論ね ジュースは飽きるんだよ。もうな、ずっと飲んでるとジュースなんて飽きるんで正直。だけどお茶はもう飽きない。うん。お茶はね、飽きることがない。小学生の時、小学校のすぐ近くの自販機に売ってた。あ、そうなんだね。うん、私も寝る前の一口飲んだよ。あ、うん、うん。ちょっとずつね、毎日お酒飲むのいいんだよ。うん。自販機か。 まあ今でも多分自販機売ってるよ。<laughs> 大道の、大道の自販機見つけたら必ず多分埋め下ろしあるから、もし気になった人は買ってみて。まあそう。別になんか大道にこびてるわけじゃないけど。うん。ねえ。 一応ね、これね、今日のともキャスはですね、毎度のことながらですね、まあ最近はトツマお悩み相談枠やってまして、なんかね、昨日はね、なんかね、なんだっけ、えっ、ー、と、なんだっけ、なんかね、終わりがけにね、なんかね、相談なりますとかって言って、キャス主のね、なんかね、なんか萌え声したね、女の子が来たらしいんですよ。<laughs> 来たらしいけど、全然声聞こえなかったから、 全然なんか追い払っちゃったみたいな感じになっちゃったけど。はい。まあ一応メッセージ来たんで、またなんか機会あったらコラボギャスします。はい。うちはあと2年飲めない。うーん。まあまあ飲めないよね。っていうかまあ飲んじゃダメだよね。基本はね。だけど飲んでるやつはいっぱいいるよね。う、は、ん、あ。そうそうそう。まあまあダメ。でも未成年お酒飲んじゃダメだよ。うあれだよ。 飛行だよ、飛行。それ。飲んだら。ああで、俺が伸ばしたらメンバーになっちゃうからダメだね、これね。メンバーとか言っちゃダメだ、ごめん。あ,あ、やばいわ。メンバーとか言っちゃった。ごめん、ジャニーズ事務所の皆さん、ほんと申し訳ございません。私が悪かったです。本当親警察だから絶対飲め。無理だね。それで親が許してたらもう笑えないもんね。娘飛行に走るみたいなね。ああ。いや でキャスってさ、ほんとさ、俺思うけどさ、こうやってさ、リスナーさんがさ、ちゃんとコメントしてくるからさ、コメント言うんでコメントに対して反応するから成り立つんだよね。やっぱね。なんか一人で勝手にペラペラ喋ってるだけじゃね、さすがに無理だわ。キャスとか。ほんといい気分だな。ほんと。そんなたくさん飲んでるわけじゃん。いい気分だよ。 うん、っていうかさ、もう本当、お母さんお酒超弱いからちょっともらうってやることない。ないよね。つもう、俺もね、お母さんは弱くないけどお母さん飲まないし、親父がね、なんかね、すごいね、アルコールちょっとでダメになっちゃう人だから、親父がノンアルコールビール飲んでんだよね。ノンアルコールね、あの、アルコール入ってないビール。だからね、全然なんか、うん、あんまり飲むことないね。 友達とかもあんまりお酒飲みに行くかみたいなのないんで、うん、仕事関係もないな。なんかもう本当に、うん、そんなお酒飲む機会ないんだけど、たまたまね、ほんとね、ちょっとね、飲みたくなった時に、本当にちょっとだけビール買ったりとか、ちょっとだけ酎ハイ買ってきて、ちょっとだけ飲んだりするんだけど、うん。ああ、ノンアルコールね。うん。 私も一口で酔うよああそうなんだ。まあ一口で言われるなら一口でいいよね、う。ん 本当酔っちゃったなぁとかってって全然別に酔ってねえんだけど、うん、いや本当あれだね本当本当なんか酔いが回ってる中のキャスター悩みがあるんですが悩みがないことにな悩みがないことはいいことじゃない悩みなんかない方がいいよ、うん 闇やか、酔うって感覚がわからんから酔ってみたい二十歳になってから、もう酔わしてやるいくらでも、酔わしてやるよ、マジ本当じゃあ飲み行こう。<laughs> 飲み行こうだって。危ない逃げてって、こう、ゆりっぺだったら言うんだけどね。いないね、今日はゆりっぺが <laughs>。ほんと。いや。 もうちょっと誰れか、もうちょっとで6月だな。うん。今日はちょっと独り言もね、ちらほら多くなってくるんでね、リスナーさんにね、助けてもらいながら放送しないとね、なかなか、あれが欲しい。なんかね、僕ね、昨日ね、あ、昨日じゃねえ、今日のね、今日の朝ね、実はね、あれしたんですよ。あれしたってなんかエロいな。やめあれしたあれしたってなんかエロいはごめん、エロくねエロくないんだけど、あの、あれっすよ。あの、 朝、なんか、足を、ね、朝起きるときに、足をね、こうね、ちょっと動かしたら、まさかのですよ。まさかのね、足ね、つったんですよね。やばくない足つっちゃって。はあ、やばい年だね、ほんと。足つってね、小村帰りみたいな、なんか、やばいでしょ。いや、痛っつって激痛走ったんですよ、今日。起き上がれなかったね、最初ね。まあでも、そんな起き上がれないっつっても10分ぐらいの間だけど、結構激痛走ってて、どうしようかと思っちゃう。 うん、そう。昨日は、そのキャス終わって、<laughs> うん鉄分、鉄分足りないのかもね。鉄分足りないのかも。うん。今日はなんか、キャス終わって、なんか結構暇してたので、まだ。 で、なんか、昨日、なんかね、いつもね、だいたいキャス終わるとね、なんかね、まあね、湊斗ちゃんとかね、まあ、あの、その辺の人で話したりとかしてるんですけど、昨日なんか湊斗ちゃんいなかったじゃないですか。<laughs> あのなんか湊斗ちゃんいなかったんで、まあ、とりあえずなんか、スカちゃんでね、話す人探してたんですよ。 うち昨日一日左足のふくらはぎが釣りそうやった。そう、俺左足のふくらはぎ釣ったんだけど、シンクロしてないシンクロしてんじゃん、俺と。よかったね。<laughs> どうこの左、左、左足のふくらはぎが釣りそう。シンクロしてんじゃん。君が釣りそうだったし、あの、ふくらはぎが俺んとこ来たよ。あ、違う、ほんと俺釣ったよ。バカ。ああ。だ、もうね。 昨日記の22時ぐらいに寝た。そうだよね、寝ちゃってたから、そう、湊ちゃんがね、いなかったからね、そう、スカちゃんでね、話す人さ、走ってて、なんかね、夜ね、なんかね、関西圏住んでるね、なんか女の子がいてね、その子と話したんだけど、なんかその子とね、話して、なんか大体何話したか覚えてないですけど、なんかね、<laughs> なんでかわかんないけど、とりあえずなんか、何だっけ <laughs> なんか、<laughs> あの都市伝説とかの関あぎょうさんですかみたいなこと言われて <laughs>。違うけど、みたいな <laughs>、うんそう。昨日なんかちょっとね、都市伝説系の話をね、え々んとしてたので。うん。えベッドに寝っ転がってたらいつの間にか寝とった。あ、まあ疲れてたんだよ、それは。いろいろね。うん。じゃあねもう。 もうなんかそれはもう疲れてたんだよ。疲れることはあるよ、もう。これ4月5月とね、もうね、こう新、新しい新生活っていうかな。まあこう、進級してね、大変だしね、みんなね。社会人も災害人で新しい年になって新人さん入ってきたりとかさ、すんじゃん。まあ配置転換もあるしさ。まあ大変だからもう疲れてんだよ、みんな。世の中みんなお疲れちゃんです。はい。お疲れちゃーん。です。<laughs> <laughs> はいそう,う昨日は何話したか覚えてないけど結構ね楽しくお話できましたよ久々にうちら学校進級してもあんまり進級した感ないお進級しても進級した感ない何でだろう進級しても進級した感ない何でだろうね 同じクラスなのかな、ずっと。3年間全くメンバー変わんねえとか。担任変わんねえとか。まあ、そはあるかもしんないね。高校とかだと、ああ、変わんねえんだ。じゃあ、しょうがないよ、それは。変わんなきゃね、進級したかんないよ。で、ほんとさ、思うけどさ、学生とかさ、もうほんと2年生ってさ、中だるみだよね。中だるみ。1年生って気合い入れてかなきゃいけないし、 3年生って、まあ、受験とか就職とかあるからいろいろ忙しいんだけど2年生ってほんと暇だよね。本当。はい。クラスメートも担任も変わらん。あまあ、それはもうね、あの、しょうがないよ。特にね、こうね、学校の中で、なんかなんだろう。うーん、こう、何々かみたいのがね、固定されてるところって割と死人数がそんなに、そのかごとにいなかったりとかするから。うん。そう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 。 そうするとね、メンバー変わんないとかもあるしね。うん。俺、どうだったかなでも、高校の時は、1年生、1年生は、1年生で、なんか、2年生になったら、2年生と3年生は一緒のクラスみたいな感じだった気がする。俺はね。 1>, 1年生の時と2年生の時は変わるけど、2年生と3年生は同じクラスみたいな気がしたな。うん、あ、教科担任も変わるね。うん。私の高校自体も誰もかわ変わらずでしたよ。ただ変わったのはクラスの人数が劇的に減っていくことぐらいでした。やばいね、減っていくってどういうことだよ。い,いえ、学校やめてくやつがいっぱいいるのか。やばいな、それは。 それかなんか、あれか、なくなるってことないよね。さすがにそれはないでしょう。やばいよ、それ。うちの担任めっちゃいい先生。うん、いいな、いい先生。俺もなんかでも先生思い返すとね、担任も副担もいい先生だって、先生はね。まあ、生徒がね、いかんせん気に食わなかったけど、クラスメートとか。うん。 まあ俺クラスメイトとあんまりうまくいってなかったから、まあそう思うのかもしれんけどね。本当入学した時は38人で卒業する頃には28人くらいでした。まあでもさ、途中でさ、なんか勉強ついていけないからさ、退学するとかさ、なんかやらかして退学するとかさ、まあやっぱなんかこう、 今、ほんと何でもあるんじゃん。なんか、ほんと、だるいから辞めるもあるし、ねあんまこう、言っていいか分かんない。女の子とかだと、まあ、子供できちゃったから、や、退学になるとか辞めるとかね。まあ、いろいろあるんだよ、最近。ほんと、いじめとかね。で、辞める理由いくらでもあるんだ、ほんと。うん。 ほんとね、学校を辞める、学校を辞めちゃう理由とかっていっぱいあるし、辞めなきゃいけないような心境になることもあると思うけど、でもね、ほんとね、我慢してね、卒業だけはね、すべきだと思うよ。まあ、そこ耐えたらさ、別に後は何でもいいわけだから。化粧や髪を染めた退学の人が多かったら、まし、あ。化粧とか髪染めたら退学、まあ、退学かわかんないけど、も謹慎。繰り返しやってたらもうアウトだからね。 やっぱ高校生は高校生らしくしろっていうのがあるよねやっぱ。別に俺は全然別に化粧しようが髪染めようが別にいいと思う正直俺はね俺個人の考えだけど別にいいと思うよ。ただ化粧とか髪染めようが別にいいんだよ正直いいし俺は別にいじめはダメだと思うけどじゃあ子供作っちゃいましたとかっていうやつとかいるけど別に子供作りたきゃ作れよって話で別にいいのそんな別にそれは好きにしろって話。だけど学生は俺は思うけど 俺の考えだけど、ほんと勉強が本文なわけだから、勉強をしっかりやってれば別に何やってもいいよ、犯罪以外だったらと思う。勉強だけはちゃんとやらなきゃいけない。ここはきっちりね、本当ま、塾じゃないって言われたら塾じゃないのかもしんないけど、勉強だけは本当ね、やんなきゃダメ。うん。ま、平均ってかわかんないけど、6割だよね。6、テストとかだったら6割取れてないといけない。 基本だから100点満点だったら60点全教科取ってればもう何も別に文句は言わねえよと思うけどね。俺が先生だったらだよ。あと何しようが別にいいよっていう。そう。勉強ちゃんとできてるやつは何やってもいいと思うよ。別に。ただね、やっぱね、こうね、そ勉強が本文とか言ったって、 なんかこう社会人になる人もいるわけで、これから社会に出てくる人もいるから、社会人としてのマナーはみたいなこと言うけど、まあね、俺もね、俺もその辺もね、なんかね、考えてることあって、本当にね、なんか、うん、なんかマナー、マナーとかって言うけどさ、別にさ、マナーなんかなくても仕事できればそれでよくないっていう、仕事だって成果がすべてでしょとかって思うし、うん、それでいいんじゃないかな。料理や、 保育や介護に住むための分野。うーん、まあ、ダメだね。料理や保育や介護に住むための分野で髪染めたりとか化粧はダメだね。ちょっと。うん。高校遊びに来るとこやないしね。遊びたいだけなら高校進学しなきゃいいのに。うん、まあそうだね。遊びに来るとこじゃないからね。<laughs> うん。か別に遊んでもいいよ。遊んでもいいけど、成績だけは残せよって話を俺は言いたいのは。本当成績残してるなら別に。えなんか別にあの、携帯じってようが、 授業聞いてなかろうが寝てようが別にいいよ。その代わり、その代わりちゃんとテストは、まあ、6割最低取ろうなと思う。俺が担任だったらね。<laughs> 全員テスト6割取ってるやつは何言ってもいいよ。6割。六割が最低ラインな。で、6割取れてない59点以下。59点以下は、もう、それはもう全てのこと投げ打って勉強しろっていう。 遊ぶ時間も省いて勉強しろよっていう。たったそれだけだよ。塾なんかいらないよ、別にああ。ちゃんと自分で勉強できるなら。ああ塾っていうのはまあ勉強をする口実を作りに行くための場所だからね。うん、そう塾でも通わんかったら勉強しないだろって別に、ね、自分で参考書広げてね、家で勉強できるなら勉強すればいいんだよ。別に人に教えてなんかもらわんくたって。 ね。うん。やだろ、持論語りすぎだな、ちょっと。試験30点くらいしか取れなかった。ほとんど服装と授業態度で確保した。まあ、服装と授業態度しっかりしてるい。いいけど、もういいよ。それはすごいいいことだと思うよ。でもね、やっぱ試験がね、取れないのはね、問題よ。 試験30点っていうのは。別にテストとか勉強がすべてとは言わないけど。いやーもうそれ先生悩ましいね。うちの数赤点者続出でござる。数学で10点ぐらいで喜んでやばいね、ほんと。俺もそんなんだったらね、もうね、ショックでね、ご飯ものぞと通んないよ、マジで。うん。 なんかテストっていうのはさ、唯一さ、まあ俺、俺の中ではね、俺の中ではさ、テストってさ、唯一さ、そのクラスの中でさ、なんだろう、こう、クラスメート同士にさ、優劣をつけるものじゃん。め変な話、まあそんでだけでその測れないかもしれない。どんなにね、どんなに例えば、クラスの中で人気があろうとね、モテようとね、 か可愛かろうとかっこよかろうとね。まあ、そんなものはねす、数字としては見えんわけだよ。変な話。ああ <laughs> まあ優劣にならい。世の中は、世の中は正直学生だったら、学生のうちはまあスポーツとかまあまあ勉強だよね。 勉強とかスポーツとかその辺りがさ、優劣つけるものじゃん、学生はね。世の中は、社会出たら、あと社会出た後の優劣つけるのなんて、金持ってるか持ってないかの話じゃん、そんなの。うん。可愛くてもバカなのはちょっとやね。そうなんだよね。うん。それはもう、かっこよくても貧乏なのもやだよね、とかそういう話じゃん。まあ、わかんないけど。大人になったらね。 貧乏でもいいけど、貧乏でも何でもいいけど、でもまあ結局はさ、数字じゃん世の中って。うん。だそれがさ、やっぱさ、こう分かりやすく出るのってさ、テストって一つあるよね。ほんと。テストはね、ほんと、さ、学生時代はほんとテストが、例えば、もうテストは90点以上ですって、もうさ、あれじゃん、こう、 90点以まあ学年順位とか張り出されるじゃん。もうそこに載ってんのが全てだよね。本当あれで人の価値を測るんだから。ああ、見た目かっこいいけど勉強だからね、もうそれはもう本当にね、見た目かっこいいでモテるのはもう若い時だけよ。 まあもちろんね、年取ってもイケメンはさ、イケメンでモテるってやつもいるけど、正直言った話ね、俺は思う。俺は別にね、こんなこと言うと怒られちゃうけど、あのー、なんだろう。<laughs> あ、27分24秒でございます。まあ、27分24秒なのでそろそろ。 えー、まあこのトムキャスの方も、ね、この1枠目を終わらせていただこうと思います。でね、まあ一応今日もう1枠だけやります。もう1枠だけとりあえずやって、まあ、どうするか考えますんで、じゃあもう1枠だけお付き合いください。えー、ということでですね、えー、YouTube の方をご覧の皆様は、えー、高評価、チャンネル登録とお願いします。 えーまあ、今日もトモキャスでした。いろいろ食べれましたし、お酒飲んでるんで言っちゃいけないこととか言うと思いますけど、まあ、気悪くした人も、ね、気にしないように、もしどうしても、えー、ちょっと怒りがこみ上げてきた場合は、低評価をしていただいても構いません。えー、コメント等、えー、お待ちしております。ということで、ありがとうございました。